太りたいなら白いお砂糖、痩せたいなら茶色のお砂糖、マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤すみかです。砂糖は血糖値が急上昇、肥満の原因、ダイエットの敵とはいえ、甘みがない料理ばかり食べれないですよね。実はダイエットにおすすめの甘味料があるんです。そこで今回の動画ではこれだけは NG な砂糖と、逆にダイエットにおすすめの甘味料について詳しく紹介していきます。私が使っている甘味料もご紹介しますのでお楽しみに。また動画の最後に特別なプレゼントを用意しています。実践的なダイエットのアドバイスを無料でお受け取りいただけます。特にご覧いただきたい有益な情報になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では目次1、太る砂糖3選。目次2、ダイエットにおすすめの甘味料7選。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいって思いを込めて発信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てください。では早速お伝えしていきます。目次1、太る砂糖3選。太る砂糖の1つ目、1、上白糖。一般的に用いられるのがこの上白糖ではないかなと思います。白砂糖のことですね。溶けやすくてコクが出るという特徴を持った砂糖なので使う方も多いと思います。私も今よりも初期太っていた時はこのお砂糖を使っていました。上白糖は精製して残った糖蜜を数回加熱したもので、純度の高い精製糖です。精製糖は砂糖を作る過程で不純物を取り除いて甘みだけを抽出する作業のことですね。白砂糖の原料はサトウキビやてんさい。砂糖というとサトウキビから作られるイメージですが、日本ではてんさいから作られる砂糖の方が多いです。実は国内のてんさいから作られる砂糖はサトウキビを大きく上回り、全体の8割近くにもなるんです。サトウキビと比べてメジャーじゃないので知らない方も多いと思います。どちらにしてもしっかり精製されたら白砂糖です。2つ目、グラニュー糖。グラニュー糖も精製され作られています。上白糖よりザラザラとした感じの砂糖で、紅茶やコーヒーに入れたり、洋菓子作り、あとメロンパンなどの甘いパンのトッピングにも使われていますよね。ザラメ糖とも呼ばれています。そして3つ目、アンオン糖。白くないやん、茶色の砂糖だから良いものなんじゃないのと思われがちですが、違います。三温糖は上白糖などの白い砂糖と原材料は同じサトウキビですが、天然成分による茶色ではなく、煮詰めてカラメル化したため茶色くなっているだけなので、ミネラルは含まれていません。元々の三温糖は上白糖に精製していく途中の糖蜜が少し残っている状態のものを指していましたが、現在は後からカラメル色素で着色したものや、単にカラメル化した砂糖であれば三温糖も精製された分蜜糖に分類されます。このように三温糖の場合は色がついていても商品によって精製具合が変わってきます。原材料にカラメル色素と表記してあったら要注意です。私も太っていた頃はそんなに高くないし体にいいものだと思って使っていた時期もありました。無知はリスクですよね。以上3つの砂糖の太る理由は4つ。1、精製された分蜜糖だから。どういうことかというと、分蜜糖は不純物を取り除く精製過程で栄養素がほぼ失われてしまうから、精製されるとその過程の中でミネラル分が失われてしまいます。ミネラルがなくなり酸性の食品になった砂糖を摂取すると、その分解のためにビタミン B1 やカルシウムなどが失われることになります。砂糖は体内でブドウ糖の形で吸収され、ビタミン B 群の助けを借りてエネルギーになりますが、摂りすぎるとお伝えしたように食べたものをエネルギーに変えるビタミン B 群が不足するので、脂肪として体に蓄えることになります。太る理由に、糖反射が起こりやすく胃腸に負担がかかるから。糖反射とは胃腸の動きが一時的に止まることなんですが、このように砂糖を摂取して糖反射が起こり内臓の動きが悪くなれば、もちろん基礎代謝が爆下がり。太る理由3、 GI 値が100超え。これはやばいレベル。 GI 値とはグリセミックインデックスの略で、食べ物が人の体内に入ってブドウ糖に代わって血糖値を上昇させるスピードを測定して数値化したものなんですけど、ブドウ糖を摂取した時の血糖値上昇率を100として、この数値が0に近いほど血糖値の上昇率は低いので取りにくい食べ物ということになります。ちなみにそれぞれの GI 値は1、上白糖を109、2、グラニュー糖を110、3、
3応答108、ほとんど大差ないですよね。全て100超え。このように一気に血糖値が急上昇する砂糖なので、その分脂肪を溜め込んでいくわけです。太る理由4、依存性があるから。砂糖依存症をご存知ですか？砂糖を大量には取らずにいられない、いわゆる甘いもの中毒のことです。薬物やアルコール並みの中毒性、依存性があると言われています。砂糖には幸福感や癒しを感じるドーパミンやセロトニン、ノルアドレナリンなど脳内神経伝達物質の分泌を促す働きがあるんですね。これらは日常のストレスを和らげるためにも大切な物質ですが、砂糖を食べると幸せが感じられる状態が頻繁に繰り返されると、脳はこの快感が癖になります。そのため砂糖に麻薬のような依存性があると言われてるんですね。なので甘いものがやめられない、止まらない、負のスパイラルへまっしぐらで太る。過去白砂糖を使っていた私もまさにこの状態だったわけです。以上、太る砂糖3選となぜ太るのかという理由4つをお伝えしましたが、じゃあこの砂糖以外にどんな砂糖を使えばいいのって思いますよね。そこで目次にダイエットにおすすめの甘味料7選ということで、ここからはダイエットにおすすめの甘味料を7つ、最後は私が使っているものをご紹介しますね。1つ目はきび糖。栄養価の高さでは黒糖に劣りますが、てんさい糖よりはカリウム、カルシウム、リンなどのミネラル分がね多く含まれているのが特徴です。最低限の不純物を取り除いているので、癖や雑味のないマイルドな味わいが特徴です。サトウキビの搾り汁からゴミやカスを取り除いた後、黒砂糖よりも多く生成し煮詰めるとキビ砂糖になります。より多く生成されているので、黒砂糖よりも白く、黒砂糖ほど独特な香りや味は少なくなります。ただ上白糖ほどには生成されていないので、ミネラルなどの不純物は残っています。白砂糖と黒砂糖の中間の位置づけですね。 GI 値は100と高めで、白砂糖とあまり大差がないです。2つ目は黒糖。サトウキビの搾り汁を煮詰めて作るいろいろの砂糖です。白砂糖から取り除かれている糖蜜が入っているため、ミネラルが豊富に含まれています。サトウキビが本来持つ栄養がそのまんま残っているのが黒糖ですね。蜜をそのまま煮詰めることと、製造過程で石灰を加えてアルカリ性にすることで、豊富なビタミンとミネラルはもちろん、抗酸化ポリフェノールなどを含んでいます。また糖の吸収を抑制する働きがあると言われています。漢方では月経痛や冷え症にも使われていますね。 GI 値は99と、これも高めです。なのでキビ糖や黒糖は摂りすぎには注意ですね。3つ目はてんさい糖。北海道で採れるてんさいという大根のような見た目の作物から作られる砂糖のことです。ミネラル成分はキビ糖や黒糖に比べて少なめですが、腸内環境を整える作用があるオリゴ糖を含んでいるのが痩せる大きなポイント。白砂糖や三温糖と比べ GI 値が低いので、食後の血糖値の上昇を抑えやすい砂糖です。また寒冷地で栽培される砂糖大根やビートと呼ばれる野菜を原料にしているため、体を温める作用もあります。サラッサラしていて扱いやすく、ガンミツ糖ならではの独特な癖がなく、風味を邪魔しないので、普段のお料理やお菓子作りにも便利。 GI 値は64から65と白砂糖と比べ低いので、食後の血糖値の上昇を抑えやすいです。なので毎日お砂糖を使う方はてんさい糖がおすすめです。4つ目はメープルシロップ。よく蜂蜜と比較されるメープルシロップですが、蜂蜜とメープルシロップで特に違うのはビタミンとミネラルです。蜂蜜はビタミンが豊富、一方メープルシロップはビタミン類をほとんど含みませんが、鉄分、カルシウム、亜鉛、マンガン、カリウムなどのミネラルを多く含んでいます。 GI 値は68から75と白砂糖と比べたら低いんですが、やや高めですね。お料理に使うというよりはドリンクやヨーグルトなどのトッピングに使う程度が良いかなと思います。5つ目は蜂蜜。蜜の元となる花の種類によって異なりますが、蜂蜜にはビタミン C やナヤシンなどのビタミンが豊富で、アミノ酸も多く含まれています。ただし注意、砂糖を混ぜた製品も多いので原材料を必ずチェックしましょう。市販の蜂蜜の多くは液状にして保存期間を長くするために低温殺菌されていて、蜂蜜本来の栄養や酵素が、ね、壊されていることが多いです。一方熱を加えていないローハニーは抗酸化物質、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を豊富に含んでいるので、もし使用するのであれば生の蜂蜜を摂取することをお勧めします。6つ目はアガベシロップ。低GI食品として注目され、ご存知の方も多いのではないかと思います。アガベシロップは
ブルーアガベから絞ったものを加工した製品のことです。果糖であるフルクトースの割合が非常に高く、高いものではこのフルクトースが 95% を占める製品もあります。フルクトースは血中ではほとんど分解されず、血糖値を変化させることは少ないんですが、直接肝臓に運ばれるため肝臓へ大きな負担がかかります。脂肪肝を誘発したり腸内環境が乱れる危険性が出てきますので、その点は注意が必要ですね。 GI 値は19から21と甘味料の中で最も低いので、食後の血糖値の上昇を抑えやすいです。そして最後7つ目は私が使っているココナッツシュガーです。日本ではココヤシが原料なのがココナッツシュガー、ココヤシ以外のヤシを原料とするのがパームシュガーと呼ばれています。味や香りはココナッツというよりも黒糖のようなコクがあるので、飲み物に入れても美味しいです。もちろん料理にも使えます。ココナッツシュガーがおすすめな理由は3つ。1、ダイエット効果。ココナッツシュガーは他の甘味料よりも圧倒的に GI 値が35と低い天然の甘味料だから、レンコンや玉ねぎなどの野菜と同じ程度なんです。そのため血糖値が上がりにくいので結果太りにくくなります。2、便秘解消効果。ダイエットの大敵、便秘改善に有効な水溶性食物繊維のイノリという成分がココナッツシュガーには含まれています。食物繊維は人体に吸収されませんが、排出する能力に優れているのはご存知ですよね。有害物質を吸着して便とともに体外へ排出されます。この他にも満腹感を得やすい、脂肪の吸収を抑制するなどの働きがあります。3、ミネラルがたっぷり。ココナッツシュガーには人間に必要な20種類のアミノ酸のうち16種類が含まれていて、特にグルタミン酸が多く含まれています。グルタミン酸は旨味成分として知られているアミノ酸の一種で、リラックス成分であるGABAを生成してストレスケアや脳を活性させる作用、体の毒素を排出する作用など多くの働きがあると言われています。また高脂肪肝ビタミンと呼ばれているリノシトールが含まれていて、これが肝臓に余計な脂肪がたまらないようにコントロールする働きや、コレステロールの流れを良くする働きがあります。肝臓に負担をかけたくない方は特におすすめです。確かに白砂糖などに比べお値段は正直高めですが、安い白砂糖を使っていた頃は肉じゃがとか煮物とかにドバドバ使っていましたし、容器に移し替える時こぼれて安いからみたいな感じで雑に扱っていたんですね。ところが良質なものをそこそこの値段で購入すると、丁寧に大切に無駄遣いせず、必要な時に必要な分だけ大事に使うようになったんです。そうすると一時が万事ではないですけど、自分のことも大切に扱うようになったなって思います。不思議と少しの甘みで満足できる自分に変わっていったんです。私の話で脱線しましたが、以上7つ、痩せる砂糖イコール茶色のガン3つと4つと甘味料3つをお伝えしましたが、大切なのは原材料。市販されている商品には砂糖の元となる原料以外に味を調整するための原料だけでなく添加物が含まれている商品もあるため要チェックです。またブロックタイプや角砂糖の場合、コーティング用にキャラメルや水飴を使用している商品もあるため、こちらも要注意。さらに健康志向の高い方には農薬や化学肥料を使用していない有機砂糖きびや有機ココナッツが原料のオーガニック品が丸です。そして一番大切なのは、どんな甘味料でも積極的にたくさん食べるのは NG ということです。お伝えしたおすすめの甘味料はあくまでも太る砂糖の代わりとしてヘルシーに甘みをつけることができるという位置づけですね。私の場合、例えばリンゴ酢さゆには蜂蜜、ヨーグルトにはメープルシロップ、お料理にはココナッツシュガー、エネルギー不足を感じたら黒糖一かけパクッと入れてみたいな感じで、それぞれの甘味料をバランスよくとって味変しながら楽しく美味しくいただいています。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、こんな風にお料理に使ってみましたとか、この組み合わせが最高に美味しいなど、他にもおすすめの商品やレシピなどありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。あなたが今すぐ取り組めるように今回の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式では、あなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら、1ヶ月後あっ
という間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。ここでご紹介する内容を実践していただくと、腸内環境が整って根本的な痩せ体質になり、理想の姿を取り戻すことができます。通勤中や家事、育児中に聞き流すだけで OK。 まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録やその隣のベルマークをクリックしていただき、活用していただけたら嬉しいです。では今回の動画の大事なポイントを復習して、早速実践できるようにしていきましょう。太る砂糖は白い分泌糖でしたね。主な3つは1、上白糖、2、グラニュー糖、3、三温糖。ダイエットにおすすめの甘味料は茶色の含蜜糖やシロップ類でしたね。1、きび糖、2、黒糖、3、てんさい糖、4、メープルシロップ、5、蜂蜜、6、アガベシロップ、7、ココナッツシュガー。用途に合わせて適量使って上手に甘みと付き合っていきましょうでした。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみた感想などぜひコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。